じゃあ、エラちゃんそこに座ってみますか。はーい。よいしょ。やっぱ、よいしょって言うんすね。あの、口癖でめっちゃ毎回言いますね、多分。親父みたいですね。若いのに出ちゃう。出ちゃうんすか。うん、それこっちですね。ちょっと寂しい。寂しい。一人にしては大きいですもんね、ソファ。そうですね。はい。しかも真ん中に座らずそこに座ったってことは、はい。ね、分かってらっしゃると思いますけど。一応話は聞いて。そうだね。そりゃ。そりゃ。はい。もう一人。はい。ね、いらっしゃいます。はい。もう十分ね、できてますね。はい。呼んじゃいますよ。お願いします。お久しぶりです。1ヶ月、2ヶ月ぶり、2ヶ月ぶり、2ヶ月ぶりか。あ、今年会ってない。ないないね。そうだそうだ、うん、ほぼ挨拶ぐらいしかね、うん、したことなかったから。ほぼ初めまして。初めまして。お願いします。お願いします。でもその最近会ってたんですね。ね、会ったね。去年の終わり頃ぐらい。確かにそんくらいだったかも、うん、勝手に会った気でいた。1月とかに会ってるんですか。去年だっけ。あんまね、ぼやぼやしてる、うん、覚えてない。うんうんうん、彼のねやつでね、うん、会ったから。あ、あのなんか SNS の動画みたいな。あ、そうですそうです、うん、彼のいろんな人が出てるやつですね。そうですそうです。よく見てますよね。ありがとうございます。本当ですよね、あれ。うん、ね、うん、すごいですよね。チンパチ、うん、あ、今チンパチ先生が面白いから、うん、ツッコミとか面白いですよね。めっちゃ面白い。結構、うんうん、すごいですよね、あの人。うんうん、すごい、そこに出てるメイサちゃんはすごい天然っぽいイメージが勝手にあります。で、天然より結構おバカキャラが強くないですか。あ、そうかも、そうかも。最初の面接で結構あれめっちゃ面白かった。やってしまって。そっから感じかけてなかったもんね。そう。じゃあ2人はね、そこまでじゃあね、喋ったりとか、うん、ね、したことはない。うん、そうですね、うん、挨拶ぐらい、うん、あんまりかも。ほぼ初対面。そうですね、こんなにちゃんと喋ったの初めてですよ。うん、うん、そうかもしれないです。その割には結構盛り上がってましたけどね、いきなり。ね、打ち合わせしてないですよね。打ち合わせしてない、さっき。どうですか、こうやってね、しっかりと2人喋ってみて、うん、なんか印象違います？いや、でもその、うん、ファレドのあれの時に初めてお会いした時からすごいなんか明るい方だな。常に笑ってる方だなっていう印象がありました。SNS とかでもずっとなんか全部笑ってる写真だから。私なんかパケとか全部歯見えてるんですよ。うん、もうあんまなんかクールな写真が ないパッケージとかないかなって。でも今日なんかちょっと大人っぽいのをね、うん、用意してもらってちょっと雰囲気違いますよね。そうそうそう、大人になっちゃうかもしれない。まあ、確かに、ずっと笑ってますね。ずっと逆に、あれですか。逆にね、ね、メイちゃんの印象ってどうですか、ヘナちゃんから。あの、ちょっとすごい失礼なんですけど、やっぱね、イメージがあってちょっとおバカキャラなのかな、うん、みたいなイメージはふわっと持ってるけど、なんかこうして喋ってるとね、全然おバカじゃないかな、わかんない。ふとした時にあ、ちょっと出ちゃうかな。今日も出るかな。今日も出ちゃうかな。じゃあ、メイサちゃんも若干天然ってことですか。いや、でもこのハレノに入ってから言われるようになりました。天然、うん、うんうんうん、おバカとは言われてたんですけど、うん、天然は自分でも思ってなかったし、うん、言われなかったです。天然はね、うん、天然って思ってないですもんね。天然は天然って思ってないもんね。すごい、メイサちゃんはね、ズバズバと言って。
きっとそういうもんだもん、うん、なんかこんな感じになるかなと思ってましたけど、うん、宮根ちゃんはちなみにねめっちゃね緊張してたんですよね、うん、そうこう見えてえ、メイクの時とか緊張してました？緊張してました。もう昨日から緊張してました。私昨日はメイサちゃんの V 見て高めてました高めて、あーなるほどなるほどそれ見てどう思うんすか？ん？あ、メイサちゃんの作品を見て、あ、エロいなと思って嬉しい。でも、あ、これは、これが間近で見れるのかとちょっとあの楽しみしてましたエナちゃんはあれですか、エナちゃんの作品とか見ますね。この共演が決まる前から見て、うん、結構見てました。嬉しい、あんた恥ずかしいなんかエナさんパッケージがめっちゃ可愛いから、うんうん、見たくなります。嬉しい嬉しい、めっちゃ、うん、ありがとうございます。ですか、お互いにそういう作品ね、お互いの作品を見て研究して、真面目っすね研究っていうか 興味があって見た。それ見て何とかしてするんですか私結構癒される系、癒されるタイプです。私はその可愛い子が気持ちよくなってるのを見て、そう、言いました、マレンのあれで。そう、結構シナソラさんとちょっと近い可愛い子が好きで、見るのが好きです私はエロい目で見てます私はエロい目で見ました、しっかりしっかり。嬉しい嬉しい意外とね、女さんって女の子の方を見るって言いますよね、うん、女の子の方を見ますね、うん、なんでなんだろうでも、どうな、なんでですかね、うん、うん、やっぱ女の子を見ちゃう、なんかこう共鳴する、あ、気持ちよさそうだなって私は、うん、自分に投影するんですか、うんうんうん、あ、なるほどね、うん、うちは結構勉強で見ますね、この方はこういうふう、こういうふうにやってるんだって感じて、うんうんうん、ちょっと、はい、まず、はい、あなたの一面があれ今日キャラチェンしてる、キャラチェンいやでもまだファレノにこのキャラがいないので、うんうん、ちょっとかぶってないから、うん、いいと思います、保ちたいですいやだいぶね、うん、もうちょっとねぎこちない感じになるかなと思ったら、うん、ね、そうでもなさそうですね。ほっとしたかもしれないすごい優しくて、うんうん、でもね、まだね、そんなお互いのことをそこまで知らないじゃないですか、うんうん、まあ名前とかはね、そんなありきたりなことはね別にいいとして、うん、なんか逆にお互いに聞きたいこととか知っておきたいこととか、うん、まずはお互いを知りましょう。確かに何も知らないかもしれない、うん、何聞きたいかな。結構普通な質問になるけど、うん、休日どう過ごしてるのかなって。 SNS だとあんま分からないから。確かに、うん、私めっちゃインキャですよ。めっちゃ引きこもりってことですか？え、そう。あ、でも一緒です。一緒ですか、うん、私も家で寝てゲームして漫画読んでアニメ見て、うん、オナニーしてちゃんとかなくらいで。あ、でも似てます、うん、似てます。ずっと引きこもり、すっごい基本引きこもりで、うん、私アニメめっちゃ好きで、好き、たまに夜にゲームします。うんうんうんたまに、うんうんうん、分かる。え、何やりますか？私 FPS が好きで、あの、ちゃんと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 ゲームちゃんとちゃんとゲーム。逆に何好きなの？私スマブラします、結構。私プリン使います。いや、かわいい。プリン強いですか？あの、眠れ攻撃があるんですよ。はめ技がめっちゃ楽しい、うん、え、意外。でもそう、最近、去年の終わりぐらいからなんですけど、うんうん、まだ始めたばっかです。え、私バチボコに強いです。バチボコに強いです。あ、でも最近あのレベル9勝てるようになりました。おお、ギリ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 すごい。すいません、そのゲームの話長くなりました。ごめんなさい、やめましょうね。でもね、共通点といえばね、なんかここにもね、あ、なんかデビュー時期一緒ですよね、大体、うんうん、そんなに変わらない、うん、大体同期ぐらいの認識です、私は。今回で何作目ぐらいですか？うん、
みさちゃん何作目ですか？私7作目です。あー私何個いいでもってことはね、あんま変わんないから、私も 1、2個ぐらい、ね、そうそうそう、さ8、9とかなのかな、うん、多分そのくらいかな、うんうん、年齢も近いですもんね、うん、そうですね、私が21で私20です。うん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 、一緒だ、一緒、ほぼ一緒です。ほぼ同級生、うん、同級生、うん、なんか嬉しい。どんな学生生活だったんですか？私結構、私ずっともうバイト三昧でした。うん、朝も働いて、え、そのまま学校？そうです、行って、うん、でまた夜までバイトしてました。体力すごい。そう、私その時からずっと引きこもりです、うんうん、私彼氏とか学生時代いなかったです。あ、でも私も高校生いなかったです。一緒だ、もうほんと終わりいたけど、うん、卒業する1ヶ月前とでした。私もなんかなんでできなかったんだろうな。なんかだから学生時代作ってみたかったのはあったかもしれない、うん、じゃスクールラブしてみたかったですよね。ある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 。でも意外モテそう、すごい。あ、でも私ほぼ女子校だったんです。あ、男子いたけど40人中7人ぐらいクラスに、ほぼ女子校のとこだったんですよ。へえ、じゃあ女の子でみんな仲いい感じ？あ、そう、そうです。あ、だから女の子の見たいとかそういうのから始まったのかな。あ、でもその時は全然男性に興味ありました。そりゃそうだ。そりゃそうだ。そう、うん、男はね、うん、男がみんな好き、うん、いつの日か可愛い女性に、うんうん、の方が惹かれるようになりました。へえ、すごい、うん、そのうちどっちでも行けそうになるかもしれない。レズモノとか、うん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 、なんかも。じゃあ二人とも経験は遅かったんですね。うん、うん、私20歳ですね。あ、でも一緒ぐらい、私19か、うん、本当に最近、うん、私も最近、うん、だから男性には興味あったんですよね、でも、うん、さっき言ってましたけど、うん、ありました、うん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 、ちなみに男性のどこがあ、タイプ的なことです、うん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 、タイプはやっぱ一番はやっぱ思いやりある人がいいんですよ、私は。あ、わかる、うん、かっこよくっても思いやりがないと嫌です。結局付き合ったらね、あんま顔とか関係なくなっちゃうから、そうそうそう、関係なくなっちゃうから。うん、私年上しかダメなんですよ。どこまで OK なんですか、ラインは。難しい。25は大丈夫ですか。あ、上ってことですか。あ、そうです。あ、全然、あ、全然上です。もっと上、全然もっと上しか無理。40歳の方とか、うん、なんか元気なおじさんってが好きで、元気なおじさんって言ったらなんかおかしいけど、うん、上が好きかもしれない。なんかやっぱ同年代とか年下とかだとなんか物足りなくなっちゃうし、うん、上、年上の方がやっぱね、エッチもお上手だったりするので。わかります。上が好きかな、結構。でも思いやりっていうのめちゃくちゃわかります、うん、やっぱ顔はね、どうせみんな老けるしね。そう。結局性格良くないと顔かっこよく見えない。そんな感じかな。真面目な恋愛って感じなんですね、うんうん、で、エナちゃんはフェチでおじいちゃん好きってことですね、うん、おじいちゃんまでいかないかもしれない。おじいちゃんまでいかないかもしれないけど、まあなんか相性のいいね、大人のね、そう、大人の男性が好きですね。余裕がある方、うん、大事。ご飯何好き？ご飯私お寿司好きです。わかる。今日のご飯お寿司かな、こちら。お昼ご飯は今日のご飯何かな。エナさん何が好きですか？私ロケ弁めっちゃ好きです。ロケ弁、いつもね、ご飯を楽しみに現場に来てます。あ、でも僕普段食べないですもんね。そうそう、普段食べれないから、
多分一生続きますよ。あの聞きたいことたくさんあるんで。じゃああと1個だけしますか。1個だけ。なんだろう。聞きたいことあります？好きな単位とか、単位とか、滑舌滑舌がちょっと悪くて。単位はプライベートは正常位が好きかな。顔見たい。何好きですか？私も、あ、でも正常位寄りのバッグです。正常、そう、違う出てますよ、出てますよ。正常位の方が好きだけど、うん、バックも同じぐらい好き。なあ、寄りのね。そうそうそう、分かる分かる、うん、角度がね。そうそうそう出てますね、うん、出てますね。今想像したんですけど全く分からなかった。正常位めっちゃひねってる、うん、顔も見えるバックみたいな。なるほど、うん、お互いのこと分かりました？あのいい子なのは分かりました。喋りやすくて、うん、ありがとうございます。でも想像通りでした。もう想像通りでした。ありがとうございます。じゃあちょっとね、今回ね、まあ、初めての、うん、何するんでしたっけ？逆賛否。お、知ってますね。やっぱエロにね、エロに興味が。そうなんですね、うん、今回のテーマ、うんうん、まあ初共演っていうのもありますけど、うんうんうん、その中でも逆算 P っていうのがテーマですね。うんうんうん、意外にちょっとハードル、まあ高いのか高くないのか分かんないですけど、うんうん、それ聞いてどう思いました？まず初共演って聞いて。初共演やっぱりね、他人のねエッチを見る機会はね、うん、少ないので、私は結構ドキドキワクワクしながらしたかな。でも私も、うん、結構緊張、昨日から緊張してて、うんうん、してたんですけど、でもそのいつもはあの携帯で見てたエナさんのセックスを生で見れるって恥ずかしい。恥ずかしい。楽しみもあります。うんうんうん、でもやっぱね、なんかこう、うん、緊張はするかもね。うん、緊張もすごい、うんうんうん、すごいする、うんうん、緊張と楽しみと、うん、難しいね、うんうん、でも楽しみで来ました。ね、楽しんでいただけたらとは思うんですけど、じゃあ逆算 P についてちょっと聞きたいんですけど、逆算 P って分かります？ハーレム。ほう、ハーレム。じゃあちょっとエナちゃんに説明していただいていいですか？説明しよう。かわいい。 3P は男が2人、女が1人。今日はその逆、女が2人で男の人と一致するです。普通に可愛い。説明力が普通に可愛い。ありがとうございます、はい、ね、説明していただいて、はい、分かりやすかったですね。そうなんですよ、一人の男性をね、今回は二人で、うんうんうん、協力なのか喧嘩しながらなんか、ちょっとそこは分かんないですけど、仲良くしましょう。はい、男性を責めるというか、ご奉仕するのがお好きなんですよね。うん、それは嘘じゃないですか？嘘じゃない、うん、嘘じゃない、うん、本当ですか？うん、作品も私そういうの多くて、うんうん、私も、うんうん、多いです。多いかも、責めるの、うん、メイサちゃんね、なんか意外と攻め系が多いっていうね、うん、はい、うん、まだ、うん、うん、そうですね、結構地上役ほとんどっていうか全部、全部かもしれない攻める、攻める系、うん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 、最初頃、そう、デビュー作、ザ・デビュー作みたいな作品を2つ撮って、3作目から、うんうん、そう、初めてのお芝居の作品からも
そう、地上役でした。へぇ、うん、いきなりです。うん、私もそうかな。うん、は大半ほぼほぼ攻めるのが今のところ続いてるかな、うん、ね、うん、うん、そんな攻めるの好きに見えるのかもしれない見えてるのかな、うん、私なんか顔が地上っぽいって言われるんですよね。そう、それでなんか地上役も結構やらせてもらうこと多いです。地上顔、地上顔褒められてます。エロい顔ってことででもエナさんはそんな見えないですね、うん、でも地上感はないけど、うん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 、攻められたら男性喜ぶなっていう顔してます。ありがとうございます、ありがとうございます。でも攻めるの好きだから嬉しいです、うんうん、ちなみに、ね、すいませんね、盛り上がってるところ。いえいえいえ男を攻める楽しさって何ですか。楽しさ、うん、なぜにご奉仕するのが好きなのかっていうところですね。あー、なんかこう攻めてて我慢汁出てるのとか可愛いなって思います。笑っちゃった。地上ですね。笑っちゃった。我慢汁、なんかわわーって、なんかそれ見ると気持ちいいんだな、嬉しいなってなります、うんうんうん、私どちらかというと、うん、あの喘ぎ声が好きです。あー、うん、はあはあ、うん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 、男性の、うんうんうん、結構大きいのも好きですか。うん、うん、男はキャンキャン言うの。キャンキャン。うん、うん、それは本当 S の気質がありますね。あ、本当ですか。いじめるの、いじめるの、でプライベートではさすがにないですけど、作品としてはやってみたんですよ。なんかちょっといじめたり、いじめたり、うん、ちょっとでも我慢させたりしてみたいですね。いいじゃないですか。おー、うん、いいいいいい、寸止めたやつですか。うん、うんうんうん、なんか私はこう相手が喜んでるので気持ちよくなるんですよね。うん、あ、気持ちよさそうが嬉しくて濡れるはあるかもしれない、から攻めたい。あるかな。なるほどね、うん、じゃあ今回の作品にぴったりですね。なんか逆にこうやって聞いてると、お二人のね、賛否作品は、うんうんうん、じゃあもうね、時間も時間なんで、はい、なかなかすみません。いえいえ、これね、このままほっといたらね、うん、女子会始まっちゃう。飲み会が始まっちゃう。飲み会が、なんでね、もうそろそろやっぱね、これを見てる人もね、早く見たいなと思ってる頃だと思うんですよね、うんうんうん、じゃあ最後に、うんうん、じゃあ今回はね、もう今言った通りでいいんで、はい、2人で協力していただいてね、はい、うん、もう好き放題、うん、1人の男性を、ね、攻めていただけたらなと思っておりますよ。なんでじゃあこの目の前の、ね、うん、カメラに一人ずつ言って締めますか。はい、意気込み、じゃあ、はい、たくさん二人で舐めるぞー、おーどうぞ。かわいい。うちはちょっとまだ緊張感があるんですけど、ちょっとエナさんを見て楽しみつつ、ちょっといっぱい攻めたいなって思ってます。頑張ります。頑張りましょう。うん、頑張ります。